ビルデ・ブラシオはアメリカ合衆国の政治家。第109代ニューヨーク市長。1961年5月8日にウォーレン・ウィルヘルム・ジュニアとして誕生する。父はドイツ系で母はイタリア系。7歳で両親が離婚し、以降は母方のせいであるデ・ブラシオを名乗る。大学院修了後はニカラグアのサンディニスタ民族解放戦線を支援するボランティアに従事した。アフリカ系アメリカ人の妻との新婚旅行ではキューバを訪れる。2010年、市政監督官になる。2013年11月5日投開票のニューヨーク市長選挙で共和党のジョセフ・ロータを破り当選した。民主党の候補がニューヨーク市長選挙に当選するのは24年ぶりである。2014年1月1日に就任した。2014年に市長就任間もなくの時に有名なピザレストランでナイフとフォークでピザを食べることがスクープされ、庶民的でないとして多くの市民の反感を買った。2017年11月7日投開票のニューヨーク市長選挙で得票率 65.5% を獲得して当選した。時点の共和党のニューヨーク州下院議員ニコル・マリオタキスは得票率 28.7% で敗北する。デ・ブラシオはトランプ大統領の就任以来大統領の推進している移民制限、富裕層の減税、医療保険制度改革法の撤回などに異議を唱えてきた。2019年5月16日に2020年、アメリカ合衆国大統領選挙への出馬を表明。しかしながら、各世論調査での支持率が 1% に満たず、候補者によるテレビ討論の資格が得られなかった。また遊説に注力することで姿勢がおろそかになり、批判もあった。2019年9月20日に、デ・ブラシオは民主党の候補者指名争いからの撤退を表明した。アメリカにおける新型コロナウイルスの流行は2020年1月21日に、西海岸のワシントン州で感染者が発覚したことから始まり、同年3月には、ニューヨーク州で感染者が出たことが公表された。その後、ニューヨークでも新型コロナの感染が急速に拡大し、感染拡大による公立学校やレストランの閉鎖が相次いで発表されたため、ニューヨーク市長として在任中のデ・ブラシオの発言が注目されるようになった。ありがとうございます。